こんにちは、ゆたかチャンネルのゆたかです。今回はですね、ゆたかチャンネルメンバーのリーダーのアイスリーダーの車両紹介になります。見てください、この車両。めちゃめちゃかっこよないですか？僕と知り合ってまだ1年経ってないと思うんですけども、もう初め当初知り合った時点はほぼノーマルに近かった車両なんですけども、なおかつオリジナリティも追求された車両で、めちゃめちゃかっこよくなったんで、ちょっとね、紹介の方していきたいと思ってます。もうフルカスタムと言ってもね、過言ではない車両なんで、ぜひぜひ最後まで見ていてください。本当周りからのご紹介になるんですけども、アイスリーダーよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、ディスクの方が、RPM の 245mm の。RPM の 245mm。はい。で、ブレーキの方もこれ RPM。RPM です。すごいなぁ。で、ブレーキホースがメッシュの、シルバーのメッシュホース。そうです。入れられてるんですね。で、フロントフォークは、これも RPM の G2LS。はい、そうです。もう赤で決められてまして。はい。こう、ホイールすごいな。ホイール、これどこのホイールっすか？ G プロですね。G プロのホイール。で、これ。はい、エアバルブ。エアバルブ、これどこのっすか？それ、チタンの。チタンのエアバルブ入れられてるんですね。はい、ね、なおかつ、これ、ボルトの方とかも全部変えられてますよね。はい、焼き色に変えてます。焼き色に変えてて。はい、これ、フェンダーの方は小型のカーボンですね。パーティーアップの。パーティーアップの。すごいなぁ。めちゃめちゃかっこいいっすよね。こう、本当は赤を重視にカスタムされてるんですか？はい、そうですね。で、カーボンめっちゃ使われてますね。これ、言うたらフロントパネルって言うんですか？はい。これもカーボンで。カーボンですね。で、このマスクは？北湖から出てるカーボン。北湖から出てるカーボン。はい。で、おしゃれなのが、これウインカー、こっち側赤で。はい。で、こっちがブラックにされてるんですね。はい。すごい。ゆたかチャンネルのステッカー、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃおしゃれに貼ってくれてますね。はい。で、ブレーキレバーの方が、これドリームベース。はい。で、なおかつ、ハイスロも入れられてるんですね、はいはい、これも赤で、これ高素のハイスロですかね。そうですね。で、グリップちょっとおしゃれですね。これグリップどこのですか？ SCRK のグリップ。おー、すごい。めっちゃいかついの入れてますね。はい。で、なおかつこのカバー、はい、もうこれもカーボンで。カーボンです。しかもね、こうミラーの方もね、カーボンで入れられてるんですよね。これ、はい、台湾のショートミラー。ショートミラーですね。すごいなぁ。まあ、おしゃれなのがね、ステッカーの貼り方。この、横から見た時にパーティーアップのね、ステッカー、こういうところに貼られてたり、超新星のステッカーを、これ、ゴールドにされてるんですね。あ、ゴールドに塗り直しましたね。塗り直した。すごいなぁ。で、キーカバーの方も、車外の赤のキーカバーに変えられてまして、で、なおかつ、これ、キー、はい、金めちゃおしゃれですね。はい、一応チタンの。チタンのやつに変えられてて。で、RPM の給油口に変えられてるんですね。はい。赤めっちゃ好きなんですか？まあ、当初赤でみんな行こうと思ってたんで。あ、当初赤で行こうと思ってて、で、カーボンで締めたりとか、その焼き入れチタンでするようになってきたんですね。そうですね。で、これは僕、これ何ですか？このメーター。それ、リアルエナジーの電圧調整する。あ、電圧調整できんの？はい。これで？はい。すごっ。これ、なかなか見ないっすよね。さ、ちょっと前に出たやつだと思います。言うたら、これで電圧を、言うたら、高くしたり？あ、低くしたり。ね、僕、めちゃめちゃ気になるところが、このメーター類をめちゃめちゃスッキリされてるんですよね。すごいね、やっぱり、このメーター類、やっぱごちゃごちゃされてる方もたまにはいらっしゃるんですけど、やっぱりこう、前から見た時にスッキリ感がすごい半端ないですよね。そうですね。で、なおかつね、もう販売されてない、このスクーターなめんなよステッカーも貼っていただいて、めちゃめちゃ嬉しいですよね。で、これ、ライデンついてますね。はい。ライデンでこれ、ホース黄色に、緑？黄色？黄色っすね。黄色にされてるんですね。はい。で、その奥に見える、このカバー？冷却効果のある。タペットカバー。タペットカバー。これどこのなんですか？ MB ですね。MB？ はい。これ、下と上繋がってんの？そうですね。で、焼き色チタンにしてて。はい。
めちゃめちゃおしゃれやな。めっちゃかっこいいですねこれ。ありがとうございます。上と下のタペットカバーがつながってるっていうところがね、めちゃめちゃおしゃれ、かっこいいわこれ。ちょうだい。無理でこの青のやつ、これ何ですか？昇圧器ですね。あ、昇圧器ついてんの？はい。すごいな。効果ってやっぱ感じられます？加速がちょっと良くなりますね。あ、加速良くなるんや。へえ、これいいな。ちょうだい。また。で、やっぱりね、結構やられてまして、この昇圧器つけて、中に、何でしたっけ？ IG 点火キット。あ、IG 点火キットがこの奥側に設置されてるんですね。すごいな。めちゃめちゃやってますよね、ほんまに。やっぱここ、こう、開けてるのってやっぱりその、この、放熱対策で開けられてるんですか？それもあるし、閉まらなかったんですよね。ライデンつけた時。あ、ライデンつけた時に閉まらんかったから、もうここ、ええわってなったの。そうです。もう新たなあれやな、ほんま。普通閉めるようにするけどな。あ、まあでもここにつけたりとかしてるから、余計あれなんですよね。カバーがつけられへんから。で、これシートの方は？パーティーアップのローダウン。ローダウンシートにされてるんですね。この赤のスティッチがね、やっぱかっこいいですよね。はい。で、リアの方もカーボンの、この純正の羽。そうですね。純正の羽にカーボン貼ってもらって。で、おしゃれなのが、このシグナスっていう、この、普通大体取られるじゃないですか。はい、これブラック塗装されてるんですね。はい。おしゃれやな。ちょっといかついですもんね。ありがとうございます。で、なおかつサイドの方も、このカーボン。はい。それ貼ったシーズですね。あ、カーボンの方を ご自身で貼られて。はい。で、RPM のサイドスタンド。はい、そうです。で、なおかつ、こう、焼き色のバネ。そうですね。入れられてますね。すごいな。あ、奥まで変えられてるんですね。これ、はい、僕も変えましたよ。はい。はい。で、このサイドの方も、カバーの方も変えられて。はい、それはカーボンですね。カーボンで。で、ポッシュの方のエンジンハンガー。はい、チタンのエンジンハンガー。チタンのエンジンハンガー変えられてるんですね。ハイパーデザインですね、エンジンハンガー。あ、エンジンハンガーは、ほんまや、ハイパーデザイン入れられてるんですね。はい、で、これブレーキホースの方も、これメッシュのブレーキホースに変えられてるじゃないですか。はい。すごいなぁ。で、僕、久しぶりに見たんですけど、このサイドスタンドのバネも焼き色チタンに変えられて。はい。で、なおかつ、酵素のクランクケース。そうですね、最近、まあ、雨の日も乗る時があるんで。ああ、まあ、通勤とかで使ったりとか。はい。で、この、酵素の、はい。エアクリ、はい、エアクリの方を、これ3段重ね。2枚ですね。2枚。はい。2枚重ねで、言うたら、中の、言うたら空気の、その、入る、言うたら、保つ量を増やされてるんですね。はい、そうですね。どうですか、効果的には。ここでも、なんか、加速もアップしたような。いいようになりましたね。で、全部ここもね、焼き色の、ボルトに変えられてるんですよね。しかもこのロゴが入ってるやつに変えられてるんですよね。これも全部パーティーさんで。パーティーですね。すごいなぁ。で、リアショックの方もこれ RPM。はい。RPM の RT に変えられてるんですね。これも赤で。はい。そうです。すごいなぁ。で、やっぱ細かいところも変えられてますよね。このカーボンで。これ自分、ご自身さんでやっぱ。あ、そこはナンバープレートとか自分でやりました、ね。あ、自分で。どんな感じなのかな。で、リアのフェンダーの方もカーボンでされて。はい、それは市販で売ってるカーボン。市販で売ってる。で、また、これ PK7 のブレーキの方に変えられてて、すごいめっちゃ細かいところまで変えられてますね。はい、で、リアのホイールはこれも、G プロのフロントとは違う種類のやつ。あ、フロントと言うたら、リアのホイールのパターンっていうか、が違うんですね。そうですね。フロントがどうしてもリアなかったんで、リアで、ここでも無理って作ってもらいました。あ、別々で、はい、で言うたらブレーキ仕様の方をゴールドにされてるんですね。そうですね。すごいな。で、もう RPM どんだけ好きやねんっていう感じなんですけど、言うたらスイングアームの方も RPM に変えられてるんですね。そうですね。もう廃盤って聞いてたんで、はい、もうマネ。そうですね。なかなか見ないタイプになりましたよね、はい、最近では。でマフラーの方がこれバンブルです。バンブルのマフラーになんとモンキーパワーのサブチャンついてるんですね。はい。で、奥のファンカバーもこれ RPM。そうですね。RPM と言うたらカーボンのやつで、これめちゃめちゃ一体感ありますね。そうですね。めちゃめちゃすごいな。え、これ一体もの？
いや違います、バラバラ。あ、バラバラやけどカーボンがめちゃめちゃこう揃ってるんで一体ものみたいに見えますね。ありがとうございます。すごいな。でリアルエナジーの方もつけられてて、でこれアースの方も変えられてるんですね。そうですね。で赤の赤の線で。そうですね。すごいな、もう赤い、赤とチタンがもうまあまあすごい。本当にかっこいいな、かっこよくなりましたね。ありがとうございます。ここ1年で。はい。お金使いすぎですよ。それ言っちゃダメです。で、バンブルのね、マフラーもめちゃめちゃかっこよくて。はい、で、なおかつですね、あの、テールランプ？テールランプの方もこれ変えられてますやん。はい。変えましたね。え、これオレンジと赤で、で、なおかつ、こう、真ん中だけを、そうですね、変えられてるやつなんですよね。これ珍しいですよね。あんまりつけてる人を見なくなったんで。ねえ、これちょっと後でちょっとあの見させてもらおうと思うんですけども、すごいな。こだわりはやっぱ何ですか。あんまり人と全く同じっていうのが嫌やったんで。あ、人と一緒は嫌。でもねえ、1年かからずにここまでやってくるってさすがリーダー。もう本当にね、人柄が良くてね、まあうちメンバー今何人いましたっけ。50人近くいるんですけども、もう人柄でうちね、そのカスタムするしないとか関係なすに人柄でもう本当にあのリーダーって勝手にね僕が言い出したんで、いやーまさかね本当にねリーダーらしく、まあらしくって言ったらおかしいですけど本当に人がいいんでね、もう人が好きで僕あのリーダーにしただけなんで、すごいな、本当かっこよくなりましたね。ありがとうございます。今後の仕様変更予定は、今後は一応ステムを交換して、ステム、はい、ハンドル周りのところをカーボン注文してます。あ、ハンドル周りのところもカーボンにされる予定なんですね、はい、メーター周り、メーター周りと、はい、これあれですね、あのステップボードの方も変えられてるんですよね。ボードっていうかこれ滑らない、はい、そうですね。これ何の素材なんですか。スケボーのボードに貼るやつですね。ああ、それを言うたらこうネジの方もチタン風に変えられて、はい、そうです。でこのこっち側、これはそれはチタンですね。あ、フルチタン。はい、そうですね。これポッシュ。そうですね、ボルトはステンなんですけどね。へえー、すごいな。もう8割変えられてるんちゃいますか。8割変わってますね、ボルト関係は。へー、これでもおしゃれですよね。おしゃれに着られましたね、本当に。そうですね。めちゃめちゃやってますね、こだわって。はい。で、アクスルシャフトの方も車外に変えられてるんですよね。はい、変えてますね。すごいな、これやっぱこのホイールがやっぱりこう前後違うパターンっていうのがこう分かっていただけますかね。ねえ、そういったところのこだわりっていうのもすごいありますね。すごいかっこいいわ。あ、ちゃんと黄色に光るんやね。そうですね。へえ、反対側も光らせてもらっていいですか。あ、両方光ってるわ。へえ、すごい。でこれテールランプがねめちゃめちゃおしゃれやな。へえ、すごいな、めっちゃかっこいい。なんか新潟感がなくなりましたね、これつけるよりって。そうですね、ありがとうございます。で、これがそのこれは光らへんのか。へえ、これ光らへんの。これ今光ってんの、もしかして。エンジンかけたか。ああ、これで言うたら電圧調整。そうですね、ボタンで電圧上げたりしたり。あ、ボタンで電圧上げれんの。はい、すごいな、めちゃめちゃハイテクじゃないですか。そうですね。で、バンブルのねこのマフラーめちゃめちゃええ音しますよね。してんな。かっこいいな。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はね、豊かチャンネルメンバーのね、アイスリーダーの車両のご紹介動画でした。アイスリーダーありがとうございました。ありがとうございました。そしたらね、アイスリーダーちょっとね、いつものね、リーダーだからわかると思うんですけど、はい、いつものセリフちょっと言っていただきたいんですけども、はい、今回はね、豊かチャンネルメンバーのね、アイスリーダーの車両紹介動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒に、スクーター、舐めんなよ。
またねー、バイバイ、あざまーす。